唐沢千明候補からのご挨拶をさせていただきます。お集まりの皆さん、こんにちは。日曜日の午後、大切なお時間、ここにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。そして商店街の皆さん、ありがとうございます。頑張ります。しっかり受け止めました。頑張ります。ありがとうございます。私、長野3区から立候補をしております。ありがとうございます。日本共産党の唐沢千明です。2年後の参議院選挙を目標に活動をしてまいりましたけれども、安倍政権の政治があまりにもひどいもんですから、今年の流行語にちなんで、ダメよダメダメ、安倍さんダメダメ選挙というふうに名付けて、何としても今度こそ国民の皆さんの声がまっすぐに通る政治作っていくために全力で頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。さて皆さん、まず私、皆さんにお伺いしたいんですね。アベノミクスの2年間、皆さんの暮らしはどうなりましたか？ご障害の皆さん、経営はいかがでしょうか？地域経済はどうなりましたか？皆さん、ここに全ての答えがあるんです。アベノミクスはもう完全に破綻をしてしまっている。大企業が儲かればありがとうございます。やがてそのうちありがとうございます。それが地方にやってくるよ、国民にやってくるよ、この考え方そのものがもう終わってしまってるってことなんですよ。だったら皆さん、発想を逆転させましょう。上からのおこぼれを待ってるんじゃなくて、下から景気を温めていく。国民の暮らし第一で、賃上げと雇用を支える経済改革、これが皆さん日本共産党の提案です。まず最初は、人間らしく働けるルール作りましょうということです。私はかつて非正規雇用の労働者でありました。お車ご協力いただきありがとうございます。お邪魔いたします。非正規雇用の労働者、典型的なワーキングプアです。貯金なんか全然できません。将来に夢も希望も持てないんです。ですから私、選挙対策で綺麗事言うつもりは一切ありません。私の実感です。若者が安心して安定して働き続けられる職場と賃金がなければ、この日本の労働市場そのものが潰されてしまいます。こんなこと絶対に許すわけにはいきません。それから皆さん、社会保障はいかがでしょうか？介護、医療、年金、子育て、安倍さん確かに口ではいいこと言うかもしれませんけど、やってることも全く逆、全部これ切り捨てていく。ここにかける国民の、ありがとうございます、社会保障にかける費用はどんどん削ってきますよ。これが安倍さんの方針なんです。ですから皆さん、安倍政権になって何か福祉一つでも良くなりましたか？良くなってませんよね。社会保障は切り捨てではなく充実、これで国民の暮らしを立て直します。そしてまた農業だって同じです。今年はお米の価格が暴落しました。これなんでこんなに落ちていったのかって言ったら、お米が供給過剰になる、あり余るよってこと分かってて、政府が価格安定策を取らなかったことが一番の原因なんです。これ言い換えれば、農業を切り捨てるよ言ってるのと同じなんです。皆さん、日本の主食はお米です。この日本人の食生活基本で支える米価を市場任せにしてしまっては、国民生活が安定するはずがないんです。皆さん、農業を立て直す、社会保障は充実をさせていく、そして何より働く人の賃金を、人間らしく働けるルールを作っていく、こうして国民の暮らしを立て直してこそ経済全体を立て直すことができるんです。アベノミクスからの大転換、日本共産党にどうぞ大きなご支援をよろしくお願いいたします。そしてまたこの経済改革に関わって言えば、消費税増税の問題も大きな争点です。ご商売の皆さん、いかがでしょうか？消費税増税 8% になって軒並み消費が落ち込みました。これが今の不況の大きな原因なんです。だったら皆さん、これを先送りしても結局また消費が落ち込むことは明らかじゃないでしょうか。私たち日本共産党は、消費税の増税は先送りじゃない、きっぱりとここで完全中止をしていく、このことを求めて頑張ります。まあ、こう言いますと、じゃあ代わりに財源はどうするんですかという話になるんですね。ご安心ください。日本共産党、ちゃんとそこのところも対案を考えております。まず一つ目は、税金の集め方を変えるんです。今日本の税制度は本当に奇妙なことになってます。
大企業になればなるほど、大金持ちになればなるほど税率はなぜか安くて済みますよ。こんな逆転現象起こってる。だったらこれを普通に正していく。当たり前に負担をしてもらうだけで8兆円から10兆円出てくるんです。さらに無駄の削減も含めれば21兆円まで歳出する、捻出することが可能です。これが一つ。それからもう一つは、やっぱりね、働く人のお給料が上がらなくちゃ景気が良くならないんです。ですから働く人の所得を上げる。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。働く人のお給料を上げるためにどうするか。不況だ不況だって言われながら、大企業は市場空前の儲けです。皆さん、ここに溜まってしまっている内部留保、溜め込み金っていうやつをほんの一部、ほんの数パーセント使えば、そこで働く人の賃金一月1万円引き上げることできるんですよ。お給料を上げて国民全体の所得を上げていく。そうするとどうなるか。税収全体が引き上がるんです。皆さん、財源って言ったら何でもかんでも消費税じゃないんですね。法人税がある、所得税がある。これ全体が引き上げられれば、何も消費税だけに頼らなくたってちゃんと財源はあるんですよ。この2つの方法で消費税には頼らなくてもきっちり財源確保していく。皆さん、消費税に頼らない別の道をどうか日本共産党とご一緒に歩んでまいりましょう。よろしくお願いいたします。それからもう一つだけ、政治と金の問題が大きくクローズアップされましたよね。この問題、実は日本共産党大得意なんですよ。なんでかっていうと、この政治と金の温床になっているのが企業団体献金、政党助成金というものだからです。皆さん、この政党助成金というものは年間320億円、共産党以外の全ての政党に割り振られるお金で、なんとこれ私たちの税金です。おかしな話じゃないですか。こんなに国民が消費増税であえいでるっていうのに、なんで政治家が、政党が私たちの税金で政治活動を行ってるんでしょうか。よく身を切る改革って言いますよね。これ実は2つの点で間違ってるな、私思うんです。ありがとうございます。頑張ります。唐沢です。ありがとうございます。どうも頑張ります。ありがとうございます。この議席は一体誰のものかってことなんですね。議席というものは、皆さん、国民の皆さんから選挙で選ばれたわけでしょ。国民から信任を得た、信託を得た、国民の皆さんからお預かりしている議席なんです。議員の持ち物じゃありません。これをあたかも自分の私物であるかのように議席を切っていく、こんなこと言うこと自体が間違って、そしてこの議員定数の削減で真っ先に切られるものは何か。国民の民意です。とりわけ過疎地の皆さんの民意がどんどんと削られていくということなんです。それから皆さん、この議員定数の削減、あんまり効果ないんですよね。例えば国会議員100人削ったとしたら、だいたい7000万1人にかかるとして70億、だったら皆さんどうですか。先ほどの政党助成金、この4倍以上の320億円です。本当に身を切る改革って言うんだったら、この私たちの税金である政党助成金をすっぱりやめてしまって身を切っていただくってもんじゃないでしょうか。こんなことが言えるのも、私たち日本共産党がこの政党助成金も企業団体献金も1円も受け取ったことのない、ここ大事なんです。この日本でただ一つの唯一のクリーンな政党だから、こんなことが言えるんです。皆さん、もう政治と金の問題取り組んだよという皆さんは、ぜひとも日本共産党を大きく伸ばしていただいて、この問題日本から一掃していこうじゃないですか。どうぞよろしくお願いいたします。最後です。候補者活動を始めて2年になりました。この間、県下各地を回っていろんな方といろんなお話させていただいてまいりました。ありがとうございます。頑張ります。ある中小企業の社長さん、従業員の給料を上げてやりたくたってね、上げてやることできないんだよ、俺だって苦しいんだ、資金繰りに本当に苦労をしておられました。年金暮らしのおばあちゃま、一月4万円足らずの年金です。これだけの年金でどうやってこれから生活していったらいいかね、ポロポロ涙こぼしながら私の手を握ってギュッ離さない。そして夜11時12時まで働き詰めで
寝るためだけに帰ってくる。翌朝はまた早朝に出て行って、お休みは月にたった2日。この青年が笑いながら言うんですよ。唐沢さん、体なんかボロボロです。だけども働かなくちゃ食べていかれませんからね。皆さん、みんな今の生活に苦しんでます。みんな今の政治に怒ってます。だけど私がお会いした方々はみんな必死で生きてるんです。こういう人たちに光の当たらない政治でどうするんですか。この人たちの声を代弁しない政治家でどうするんですか。私、必ずこの声まっすぐ届ける代議士になります。だからどうか皆さん、ご一緒に新しい日本の未来開いていこうじゃないですか。日本共産党をどうか大きく伸ばしてください。私たちが伸びれば必ず政治は、社会は変わります。今回の選挙2回投票をしていただきます。一つは政党名を書いていただく比例代表選挙。日本共産党を書いていただく方が増えれば増えるほど、この共産党の議席がどんどん増えていきます。必ずこの政治を動かす大きな力になります。そしてこの長野3区は私、唐沢千秋を上田の皆さんの大きな大きなお力で今度こそ押し上げていただきまして、私、皆さんとご一緒に新しい国民の声が生きる政治を作っていきたいと思います。そのこと心からお願い申し上げまして、私のお訴えといたします。大変長時間ありがとうございました。